今回は私のように力がなくても楽に飛ばせるアイアンのセッティングについて、またそのセッティングをどう生かしていったらいいのか、私のクラブをもとに紹介していこうと思います。動画の終わりの方にはそのスイングの仕方についても詳しく実際に打ちながら解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまず私のアイアンです。今8番アイアンを持っていますが、ヘッドはプロギアというメーカーの GN502 ツアーというヘッドを使っています。いわゆるポケットキャビティというやつですね。このアイアンはポケットキャビティということで、やはり打った瞬間にボールを弾きやすく高く球を上げやすいという特性があります。またこのクラブヘッドのソール部分を見ていただくと、この両サイドが丸みが出ています。この丸みというのはクラブヘッドが抜けやすいという特性があるんですね。また適度にバウンスもありますので、クラブヘッドが抜けやすい上に地面に向かって滑りやすく、そして地面にクラブソールが触った瞬間にロフトが立ち、ボールを包み込んでくれるという特性があります。そういった意味では少し手前から入ってしまってもしっかりスイングができていれば意外と大きなミスにはならない。分かりやすく言うと、ダフってもミスしづらいクラブヘッド構造になっているんですね。ですので私のように力がなくてもしっかりロフトを立ててくれやすく、ポケットキャビティというクラブヘッドの構造上を球を弾きやすいので球を上げやすくもなっております。またこのクラブヘッド、市販でもちろん売っているものではあるんですが、手に入れた後に来角をかなりフラットにしています。数値でいうと3度はフラットにしてあります。これはもともと私自身捕まえる動きが強く左に球をやりたくなかったというのがあるんですね。左に行くのが強かったというのは、手をこねていたというよりはインパクトの瞬間にしっかりハンドファーストをきつく強くやろうとする動きをもともとしすぎていたために、一般的に売られているものでは捕まりすぎる傾向がありました。じゃあその捕まえる動きを緩めてスイングするのかということはせずに、クラブに合わせず私のスイングにクラブを合わせるように考えました。そのためにしっかり捕まえる動きをしてもちゃんといい動きができたときにまっすぐからドローが出るように来角調整した結果、サンドはフラットにしないと全て左に引っかかってしまったということなんですね。私の中では捕まえる動きイコールいい球を打とうとしている動きという気持ちがあります。いい球が打てるからこそ強く遠くに飛びながらしっかり風にも負けずターゲット方向にボールを飛ばすことができると考えていますので、捕まえる動きは絶対に外したくなかったんですね。じゃあどうするかというと、クラブを合わせるしかありません。こういう工夫も多くのプロの方はやっています。次にシャフトです。シャフトはツアー AD というシャフトで、重さでいうと 105g の重さのものです。一般的にプロが使っているものからすると、ちょっとそれ軽いんじゃないのっていうように思われる方が多いと思います。というのが理由がありまして、私自身手首の靭帯をやってしまった結果、スイングが力強くできなくなってしまった時期があります。その時にこのクラブを作ってくれたクラブフィッターの方が、手首に負担も少ないし僕のスイングに合わせるんだったらこのツアー AD のシャフトなんかいいんじゃないかということで、このクラブヘッドとこのシャフトを合わせて作ってくれました。またこのシャフト自身は、私自身はとても弾きもよく、ボールを高く遠くに飛ばそうとする動きはしてくれるものの、横のねじれが少ないので曲がりづらいシャフトというふうに感じています。シャフトもスチールがいい、カーボンがいいだけではなく、さらにそこからカーボン、スチール、それぞれのものでこういう特性があるよっていうものがあります。
こだわっていくと非常に難しくなります。そういった時はぜひいいクラブフィッターに相談するのも一つの方法ですね。今までクラブについてあまり知識がなかった方、クラブのフィッティングとかいうのを受けたことがない方はぜひお家の近くのクラブフィッティングなど一度受けてみてはいかがでしょうか。というのが私の今のアイアンです。これについては私には当時はベターなセッティングだっただけでベストというわけではありません。グラファイトデザインのツアー AD というシャフトのメーカーさんやプロギアさん頼まれてこのお話をしているわけではなく、たまたまこのセッティングがいいよということで当時のクラブフィッターの方にこのクラブを組んでもらっているので、企業案件ではありません。そこは知っておいてください。ただ私自身これはすごく使いやすいアイアンだなと思っております。で、今からこのアイアン、先ほど言ったソールの部分の特性ですね、またそのクラブをどのように動かしていったらそのクラブの特性が活かせるのかについてスイングをしながら解説していきます。で、やはり重要なのはボールをうまく滑らせながらインパクトの瞬間にボールを包み込み、そしてクラブを加速させていくという動きがアイアンでもドライバーでも重要です。だから8番アイアンでも私のように身長166センチ体重64キロの人間でも150ヤードフライヤーとかいう現象が起きたりフォロー乗ったりすると170、80飛ばす時もあるんですね。もちろんアイアンは飛ばすクラブではありません。狙うクラブです。ただ飛距離が出た方が不利になってくるのは間違いありません。なのでしっかりあなた自身も150は8番アイアンで飛ばなくても120、30は一般男性であればしっかり飛ばしていきたいですし、女性でも8番アイアンでキャリーで100ヤードは打てるように練習をするためにこれからの話をぜひ聞いてください。で、このこういったクラブをうまく使うためには何が重要かというと、しっかり体の左サイドでクラブを振っていく。その時のポイントとしてはソールを滑らしてフェースを包み込みながら、そしてクラブを軽やかに立てていく、こういった動きが必要になってきます。この動きをするためにやはり分かりやすい練習方法というのがアライメントスティックですね。やはりこれを使っていきます。これが一番分かりやすいです。構えたら左腰の外側に体にぶつからないようにアライメントスティックを出し、ここからバックスイングを上げ、そしてインパクトからフォローで当たらないように素振りを振っていくんですね。この時当たってしまう方は体が右から左に流れる方は非常に当たりやすいです。また手をこねてしまったりアーリーリリースをしてしまっている方は当たりやすいです。大事なのは切り返しからグリップを体の左側に入れ込み、その瞬間にフェースをスクエアに戻す。そのためにクラブを少し回すような包み込むような動きが必要ですね。その動きをした直後クラブを立てる動きで回しながら体も回していきます。そうすると体を回さずクラブだけ立てるとこのアライメントスティックとクラブだけがプロペラのように動いていきますよね。これに体の回転を合わせる。そうするとゴルフスイングに見えてくるんですね。これを多くの人がやはり横に、体も横にクラブも横に回そうとするので結果的に振り抜けてない。振り抜けてるように見えてもクラブフェースがずっと開いたり閉じたりする動きに変わりやすい。だからまっすぐ行きづらいんですね。またこねすぎた動きで滑らそうとしても結局芝に引っかかりが出てきます。クラブヘッドの抜けが悪いってことですね。これがグリップを体の左側に入れ込み、そしてグリップを立てるように振ってってあげると
このクラブソールが最大限生きてきて、滑りながらロフトが立ち、そしてフェースは曲がらなくなってくる。だから飛距離も出ながら曲がりにくいスイングに変わってくるということです。なので本当にたくさんこのアライメントスティックで体の左側で当たらないように素振りをやっていただきたいです。もう極端なこと言うと別にアライメントスティックじゃなくてもいいんですよ。朝顔を立てる棒でもいいんですよ、あの緑色の。それでも全然いいと思います。それをグリップを伸ばすように持ってあげて素振りをたくさんやっていく。でこれに慣れてきたらボールを打ちます。ただ連続でボールを打ってるとやはり今の動きを忘れてしまうので、上手に素振りができるようになったら構えて棒が左側にあるようにイメージをしながら、スイングをする。そして棒をつけて素振りをする。よし、当たらない。そしたらまた構えてスイングをするというように交互にやっていってほしいんですね。これでうまくいかない場合は残念ですが、スイングするときにあなたのいつもの癖、例えば右へ左へ動いているとか、こねている動きが出てきているというふうに考えられますので、そういった方はクラブを極端に短く持っていつもより近く構え、そして打つようにしてあげるとグリップエンドが出ている分少し分かりやすくなります。ただ短く持っていつもより前傾姿勢もちょっと強くなるので、これはこれで難しいですが、ゴルフ場に行った時のつま先下がりの感覚で体は打っていけるので、そういう練習だとも思いながらやっていただきたいです。グリップエンドを意識しながら体の左側でグリップエンドが立ち上がるように、打つっていう練習なんかも非常に分かりやすいです。ぜひやってみてください。またこれができるようになりましたらドライバーも同じようにやっていきます。ドライバーもティーアップしてボールをセットしたらグリップにアライメントスティックを入れ込み、そして同じように振ります。ドライバーに関してはアイアンより起き上がり、そして右に傾いてアッパー軌道を打とうとしますので、アイアンよりはクラブヘッドが低い位置から高い位置に、ただそれでも体に当たらないように回していきます。これができるようになったら同じように振っていくということをやっていきます。と言って今日は私のアイアンの紹介みたいな動画になりましたが、クラブというのはこういった特性があったり、プレイヤーの感覚として来角の話もしましたけれども、こういった工夫をしています。あとはもっと言うとグリップなんかにもいつもフェースがまっすぐ向くようにバックラインっていうのが入っているグリップを使ってますとか、そのバックラインの向きを私は指が長いのでちょっとずらしている方がしっくり握れるので、まっすぐ後ろじゃなくてちょっと右側にしておりますとかいう方もいらっしゃいます。そういう工夫ができるようになってくると、クラブを上手に使ってボールを狙ったところに飛ばせる、ゴルフが上手な人になってきますね。今日の話をぜひ参考にしていただいて、あなたのスコアアップに役立っていただきたいと思います。またこういったお話や特にスコアアップのためやゴルフ上達のための考え方について LINE の方で不定期ですが私が文章を打ってお送りさせていただいております。そちらも非常にためになったというお声をいただいております。無料で登録できますので、ぜひ概要欄の方から登録をしていただきたいなと思います。それではまた。